デジタルカメラ内部のイメージ。デジタルカメラは、デジタル写真を撮影するカメラである。一般に、デジタルカメラといえば、静止画を撮影する、デジタルスチルカメラを指し、動画を撮影録画する、デジタルカムコーダは含めない。現在では、静止画撮影が可能なデジタルカムコーダや、動画撮影が可能なデジタルスチルカメラが、一般的になっており、 双方の性能の向上もあってその境界線が徐々になくなりつつあるが、デジタルカメラはその中でも静止画の撮影に重点を置いたモデルを指す。デジカメと省略されることも多かったが、当該用語は日本国内では山陽電機及び他業種各社の登録商標である。なお、山陽電機が登録した商標に関しては更新がされなかったため、 2019年に権利が消滅した。本校で特に断りがない限り、一眼レフカメラはデジタル一眼レフカメラを、コンパクトカメラはデジタルコンパクトカメラを指す。静止画をデジタルで記録するデジタルカメラの前にアナログ記録を行う電子スチルビデオカメラという製品群が存在した。これはアナログ FM 記録する電子カメラで、 ソニーが1981年に試作し後に製品化したマビカを代表とする。初の販売製品としてはキャノンの RC-701 発売があり、この時に2インチのビデオフロッピーディスクを記録媒体として記録する共通規格 SV 規格が正式に決められた。これに追随してカシオは VS-1016 月を発売したものの、 10万円台の高価格のため人気が出ず大量の不良在庫を出した。この SV 企画方式を中心に1990年代初頭に至るまでいくつかのメーカーから電子スチルカメラが発売されるもカムコーダの人気の前に全く普及しなかった。なおこれらのカメラは当時はメーカーごとに様々な名で呼ばれており電子スチルビデオカメラは デジタルカメラ登場以降に、それと区別するために付けられた名称である。1960年代、n、AS、a s a ット推進研究所のユージーン・エフラリーは、モザイク観光体を使って、デジタル画像を撮影する方法を考えていた。また、1972年にテキサスインスツルメンツ社の、社員ウィリス・アドコックが、フィルムレスカメラの特許を取得したが、 いずれも技術がまだコンセプトに追いついていなかった。1975年、初の製品化された、オールデジタルカメラとして、クロマムコサイクロプスが登場した。これは、ポピュラーエレクトロニクス1975年2月号に、設計が掲載されたものを商品化したものである。画像素子として32-32画素の MOS、イメージセンサーを使用しており、 これは MOS D-RAM メモリーチップを改造したものである。イーストマンコダック社の技術者であるスティーブン・サッソンは1975年に CCD イメージセンサを使用した自己完結型電子カメラを発明し製造した。画像サイズは100-100の1万ピクセルで撮影した映像をテレビに映すこともできた。同じ頃、 富士フィルムは1970年代に CCD 技術の開発に着手した。画像をデジタル方式で記録する初めての一般向けカメラは1988年に富士写真フィルムから発表された富士ス d s 1 p であり、当時のノートパソコンでも使われた SRM a、IC カードに画像を記録した。しかしこれは発売されることはなく、 実際に店頭に現れた世界初のデジタルカメラはダイカム社が1990年に発売したダイカムモデル1である。電源がなくても記録保持ができるフラッシュメモリを初採用したのは1993年富士写真フィルムから発売されたフジックス DES-200F である。カシオの QV-101994 年発表 1995年3月発売の歌詞を、計算機のデジタルカメラ、QV-10 は、デジタルカメラの存在と利便性を広く、一般に認知させた製品である。外部記録装置なしで96枚撮影ができ、本体低下6万5千円を実現して好評だった。一番のメリットは、液晶パネルを搭載し、撮影画像をその場で確認できることである。 また当時は、Windows95 ブームで、一般家庭に、パソコンが普及し始めた時期であったため、パソコンに画像を取り込むことが広く認知された。この機種は、NHK の番組、プロジェクト X、挑戦者たち090回、男たちの復活戦デジタルカメラにかけるにおいて、あたかも世界初のデジタルカメラのように紹介された。 QV-10 の成功を皮切りに多くの電気企業が一般消費者向けデジタルカメラの開発、製造を始めた。QV-10 発売の2ヶ月後にリコーから発売された DC-1 にはカメラとしては初めての動画記録機能がある。その記録方法として JPEG の連続画像を採用した。この頃の製品はまだ画質も。 電池寿命もそれほど良くなく、存在が認知されたとはいえ購入層もその、使われ方も限定的で、性能もしばらく、フィルムカメラを追い越すことはないと思われていた。しかし1999年末から始まった、高画素数化競争や小型化競争など、市場拡大を伴った、熾烈な競争により性能は、上昇、価格も下がり、利便性も受けて、 2002年にはフィルムカメラとデジタルカメラの出荷台数が逆転、フィルムカメラからデジタルカメラへと市場が置き換わった。報道関係やプロカメラマンの間でもデジタルカメラは普及している。初期には高画質でも大型で過半性のないものであったり、専用のレンズ群が必要で価格も数百万円になるなど、一部の大手報道機関などが 少数保有するだけの特別なカメラだった。1999年にニコンが既存の同社一眼レフ用レンズを使えるデジタルカメラ D1 を定価65万円で発売後、各社間精度の高い低価格デジタル一眼レフを相次いで投入した。以後、速報性が重視される場面を中心に広まり、翌年のシドニーオリンピックなどを契機として、 報道各社を中心にデジタルカメラの導入が進んだ。撮影データをネットワーク経由で一瞬で遠隔地に送ることができ、フィルム現像にかかる費用がなく、コスト的にも優れたデジタル一眼レフは、現在ではフィルムカメラを駆逐し、報道カメラの中心的な存在となった。現在では高性能化とデータ編集の容易さが支持されて、 質感や仕上がりなどを重視する商用写真や美術写真にも活用範囲が広まっている。2000年頃から国内の工学機器メーカーだけでなく電気機器メーカーが一般向けデジタルカメラ事業に参入し、さらには台湾や中国、韓国等のメーカーが加わった。2000年代中頃にはデジカメ市場が飽和しつつある中、 カメラ付け携帯電話の高機能化も加わって、店頭では販売合戦が展開されており、また2005年には京セラがデジカメ市場から撤退するなどメーカーの淘汰も始まった。2007年に初代 iPhone が発売されて以降、高性能なカメラを搭載したスマートフォンの普及に伴い、 デジカメの世界販売台数は2010年の1億2146万3234台をピークに、また、市場規模は2008年の2兆1640億円をピークに減少を続けている。特に、一般消費者を主なユーザーとするレンズ一体型デジカメの出荷台数は2008年の約1億857万台をピークとして、10年で1。 10になるなど、急激に減少している。一方で、ハイアマチュア以上を主なユーザーとする、レンズ交換式デジカメの出荷台数は2013年の約1713万台をピークとして、5年で1、2にしかならないなど減少は緩やかであり、2018年には、レンズ交換式デジカメ出荷台数1075万台に対して、 コンデジの出荷台数が866万台と、レンズ交換式の出荷台数がコンデジを上回った。デジタルカメラの世界総出荷台数は、2018年は約2200万台、2019年度は1522万台。2020年度はコロナ禍の影響もあり、世界総出荷台数は888万台となり、ついに1000万台を割った。 メーカーの到タが進んでおり、世界シェアはキャノン、ニコン、ソニーの3社で約9割を占める。特にキャノンは世界のデジカメ市場の4割以上を占める不動の1位だが、市場自体が急激な右肩下がりであるため、キャノンは2020年4から6月期に市場初の市販機赤字に転落した。2018年にはカシオが、 デジタルカメラ事業から撤退2020年にはオリンパスがデジタルカメラ事業を投資ファンドに売却するなどモバイル機器向けイメージセンサー事業で巨大なシェアを持つソニー以外のデジカメメーカーはイメージング事業においては苦しい状態が続いている実態としては概ね下記の通りである分類が困難な機種もあるデジタルカメラの構造概略2種類のデジタルカメラの 光学系 A、コンパクトデジタルカメラ B、一眼レフ、デジタルカメラ1、レンズ2、撮像素子3、液晶表示部4、ファインダー5、ミラー6、シャッター7、ペンタプリズムデジタルカメラの全体的な構成は、大きく分けて、光学系と電子系、そしてそれらを保持する筐体に分類できる。光学系は、レンズと絞り、機構であり、一眼レフでは、 光学式ファインダー用のレフレックスミラーとプリズムがこれらに加わる。機械式のシャッター機構を備えるものもある。電子系は受光素子とメモリーを含む画像演算回路、記録装置、液晶表示器、ストロボ、操作スイッチ、電池などである。光学信号である画像を電気に変換する、撮像素子は CCD イメージセンサーか CMOS イメージセンサーが用いられる。 この点が高化学反応を用いる銀塩フィルム式のフィルムカメラと異なる。撮像素子の受光面の大きさは通常のフィルムカメラで用いられる 35mm 半フィルムの1コマよりも小さいものが大多数である。半導体素子そのものである撮像素子はその大きさが部品価格の主要な決定要素であるため比較的廉価なコンパクトデジカメでは1。 3インチから2、3インチが上位価格帯を占める一眼レフタイプではより大きな APS-C サイズが用いられる。また、一部の高級機種や業務用機種には 35mm フルサイズや中盤など銀塩フィルムと同等サイズの撮像素子を搭載する製品もある。 撮像素子は2000年頃まで CCD が主流で、画質が劣った CMOS は一部の安価な機種に搭載されるのみだった。その後、CMOS イメージセンサの性能が向上して、多くの問題点も対処が進められた。CMOS の特徴である低消費電力性や低価格なこともあり、一眼レフを中心に CMOS 搭載機種が増えてきている。CMOS による、 デジタル回路を同じシリコン基板上に構築しやすいので高機能な駆動回路をセンサ側に作るのに向いており、例えば A、D 変換回路を内蔵するものがある。一般に、撮像素子が大きいほど色再現性、感度、ノイズ、ダイナミックレンジなどあらゆる点で有利である。特に同じ時代に設計された撮像素子同士の比較ではサイズにより画質の差があり、 測定値にも現れる。また、同じ画角、同じ F 値における、被写界深度が浅くなるため、対象物だけにピントを合わせて背景から浮き上がらせる、ボケの効果が得られやすい。反面、撮像素子が大きいと、ボディが大型化し、効果になる。また、画素数が多いほど描写は精細になり、大きなサイズでの DPE 以来や、フォトプリントでも精細な画像が得られる。 撮像素子のサイズを変えずに画素数を増やすと1画素あたりの面積が小さくなるダイナミックレンジが狭くなる電気的なノイズ歪みが多くなることからむしろ画質を損なう場合もあるので撮像素子や処理回路でノイズを抑える設計が必要であるため画素数を増やすことには限界があるコンパクトなボディに大きな撮像素子を搭載した機種も存在する 2010年現在用いられている、撮像素子の多くが、一つの画素で多様な色の、識別は行えず、画素を構成するそれぞれのフォトダイオードの上に、RGB のうちのいずれか一色のフィルターを配置する、ことで、それぞれの色を検出する。このため、多様な色が検出できる、最小単位は、少なくとも3画素である。続く画像処理部では、それぞれの画素には、 本来速攻しなかった他の2色分けの色情報を周囲の色から作り出すという処理が行われる場合があり、偽色と呼ばれる誤った色情報を生成したり、不自然なノイズが生じる原因である。このようなノイズや画素数の実質的な減少を避けて、可能な限り画素数を増やしたいプロ仕様の上級機種では、入社を3個ほどのプリズムによって、 組という波長体別に分離してから、それぞれの光を一枚ごとの撮像素子で電気に変換する仕組みを備えるものもある。フィルムカメラのファインダーにはいくつか異なる方式があるものの、すべて光学式だった。デジタルカメラの場合も同様の構造が可能だが、多くのデジタルカメラは、撮像素子で得た画像データを本体背面などのカラー液晶で表示することで、 ファインダーとしている。また、いわゆる、ミラーレス一眼カメラでは、従来の一眼レフカメラと同等の位置に、カラー液晶を使ったファインダーを配置しているものが、多い。この電子式ファインダーは、プリズムやミラー、航路を必要とする、光学式に比べて設計上の自由度が高いが、2019年現在では、 撮影直後に表示が一時停止するモデルが多いといった問題もある。また単に撮影画像を表示するだけでなく、電子機器であるデジタルカメラ本体の操作画面としてや、画像編集といった付加的な機能にも利用される。背面液晶式カメラの多くでは、液晶表示部が背面に固定されているが、これを稼働としたのが、いわゆるバリアングル液晶であり、 撮影者の視点や姿勢にあまり制約されることなく、ローアングルやハイアングルなどの撮影が容易になった。フィルムカメラでもデジタルカメラでも同様であるが、実際に撮影させる画像とファインダーで見える画像とが必ず同じ範囲であるとは限らない。実記録画像が100%とした時のファインダー画像の大きさをパーセントで示すファインダー視野率という指標がある。 デジタルカメラでは比較的100%のものが多い。シャッターボタンを含む操作用のスイッチ類は人間工学に基づき配慮されている。一部の機種では電子式ファインダーである液晶画面にタッチパネルを組み込むことでファインダーの画面が操作面となるものもある。撮像素子からのアナログ信号はアンプによって増幅され高速アナログデジタル変換器によって デジタル信号に変換された後、d r a m のような半導体記憶素子に一時記憶として蓄えられる。画像処理専用に作られた a s i c が、この一時記憶領域から必要なサイズの画素を読み出しては演算処理を行い、一時記憶へ書き戻す。イメージセンサの画素数の増加とそれに伴い求められる処理性能の上昇に合わせて、 次々と演算処理速度の高い IC が開発されている。画像を記録するには一般にフラッシュメモリが使用される。IC チップによる内蔵固定式やメモリカードを差し込む内蔵交換式などの記録媒体がある。画像をやり取りするため2外部との接続端子を持つ機種では USB 端子を備えるものが多い。メモリーカード。 パソコンやプリンターに差し込んで接続したり、DPE 点へ預けたりする方法でも、画像情報を利用することが可能である。パソコンのすべてが適切なメモリーカード用スロットと備えているわけではなく、多くの機種では、USB のような汎用的なインターフェースを備えることで、カメラ側にメモリーカードを装着したままパソコンなどで読み書きできるようにしていることが多い。また、 USB を経由することで、古外で多くの撮影を行う場合でも、ノートパソコンなどよりも小型軽量の USB、対応外部記憶装置へ、画像情報を大量に保存するような利用法が可能である。USB 経由で、プリンターへの出力も可能である。ほとんどの機種では、夜間撮影などのために、ストロボ発光機能を備えている。 必要な電圧までコンデンサに充電することで、電気エネルギーを蓄えて、シャッターボタンによる操作でストロボを発光させる。ただし、コンパクトデジカメのストロボは3から5メートル程度の距離しか有効な光量を作れない。またコンパクトカメラでも上級機や、一眼レフカメラミラーレス一眼カメラのほとんどの機種では、筐体上部などにアクセサリー集が付いており、オプションで、 外部ストロボが取り付けられる。携帯電子機器であるデジタルカメラの電源はほとんどが内蔵される充電式バッテリーによる。デジタルカメラはほとんど全ての機能が電子回路によって実現されているためフィルムカメラよりも消費電力が大きい。比較的多くの枚数を記録できることもあって大容量で大きく重いバッテリーを内蔵していることが一般的である。 他の方式より軽量で容量の大きい専用のリチウムイオン電池を採用する機種が多い。シャッターを切ったり、フラッシュメモリに書き込んだり、フラッシュライトを点灯するときは、特に大電流が必要であるため、このパルス放電に対応したバッテリーとして、ニッケル水素電池が多くの機種で採用された。ニッケル水素電池を外出先で消費し切った場合は、 入手性の高いアルカリ乾電池が使用可能であるものが多い。メーカーはカメラ本体だけでなく消耗品、周辺機器も含めたトータルで利益が出れば良い。特に電池はメーカー、機種ごとに異なることが多いので予備の電池が必要な場合、新しいカメラを購入した時は電池も購入する必要がある。予備電池の価格は 比較的高めにつけられている場合が多い。そのため、純正品以外にも多くの互換電池が出回っている。代表的なメーカーに、台湾のロアなどがある。稀にではあるが純正以外の電池使用により、異常発熱や膨張、機器破損の事故も発生しており、カメラメーカーの中には、互換電池を使用できないように、カメラ本体側にプロテクトを施しているメーカーもある。 不安定な手持ちでの操作や衝撃、人愛の多い環境で用いられることが多いカメラの本体を構成する筐体には内部の脆弱な光学部品や電子部品を支え保護するために堅牢性や機密性を維持することが求められ同時に軽量であることが求められる。筐体はアルミ合金等の金属製の骨格に多数のエンジニアリングプラスチックなどの合成樹脂による 蓋やグリップ、干渉材が取り付けられているのが一般的である。デジタルカメラの内部処理の流れ撮影時1、シャッターボタンを押す2、受光素子からの AD コンバータへ画像信号が送られる3、AD コンバータから画像処理プロセッサへ画像データが送られる4、画像処理プロセッサが画像処理を行う間、溢れたデータや 処理済みデータを内蔵メモリへ送る5。画像処理が終われば内蔵メモリから処理済みデータを取り出す6。画像処理プロセッサからメモリカードへ画像データを記録する。撮影前1。シャッターボタンを半押しにするか、撮影モードにする2。受講阻止からの AD コンバータへ画像信号が送られる3。AD コンバータから画像処理プロセッサへ。 画像データが送られる4。画像処理プロセッサから液晶ドライバー IC へ画像データが送られる5。液晶ドライバー IC が液晶表示板を駆動して画像を表示する基本的な静止画撮影の動作を以下に順を追って示す。静止画撮像ではカメラが電子的に捉えた画像のコントラスト情報をもとに自動的に カメラ側でピントを合わせるオートフォーカス機能を使って撮影することがアマチュアを中心に一般的である。撮影時にシャッターボタンを半押しにすると AF 機能が作動するモードが中心である。撮影可能状態にすればオートフォーカスが常に働き、いつでもシャッターが切れるモードも選択できる機種がある。前社では電池の消費が抑えられ、後社では シャッターチャンスを逃がす可能性が低くなる。ただし、AF 機能は動きの速い被写体や陰影差の少ない対象には向かず、AF ロックといった撮影者の工夫やマニュアルフォーカスなどが求められる。高級機ではコントラスト情報以外でもピント合わせが可能であったり、マニュアルフォーカス機能の操作性なども考慮されているものがある。露光時間は 機械式や電子式のシャッターで制御するが、上手に露光時間を選ばないと被写体の明愛度によっては、殺像素子が明部と暗部のいずれかが、露光過剰や露光不足によって、白飛びや黒つぶれを起こす。白飛び、黒つぶれを回避するために、疑念カメラでは、受光する枠内に、速光素子を多数配置して最も明るいところと、最も暗いところを検知する。 また、コンパクトデジタルカメラでは、電子的な撮像素子そのものが、速攻素子を兼ねて、露光を自動調整する。ただし、撮像素子は読み出しに、多少の時間がかかるので、瞬間的に、明るさの変化する撮影対象では、正確な露光が期待できない。ほとんどのデジタル一眼レフ機では、撮像素子とは別に、速攻専用のセンサーで露出を決めるものが多い。 フィルムカメラの上位機種でも備えるものがあるが、オートブラケティング撮影によって露出を変えながら、立て続けに2から4枚ほどの撮影を行うこともできる。また、オートブラケティングと同様に露出の異なる複数枚の撮影を素早く行い、内部演算処理によって1枚のダイナミックレンジの広い画像を得る、ハイダイナミックレンジ処理をカメラ単体で行う機種も登場している。 撮像素子から出力されたアナログデータは A、D 変換された後、映像エンジンや画像エンジンなどと呼ばれる画像処理専用の IC によって、暗電流補正、補完演算、色空間変換、ガンマ補正、周差の補正、ノイズリダクション、画像圧縮などの様々な画像処理が行われ、外部利用に適した画像形式に変換される。たとえ同じ撮像素子を使っていても、 カメラのメーカーが異なっていれば画質の傾向も違ってくる。画像処理のアルゴリズムが出力される画質を左右するためメーカーでは様々な工夫を行っている。かつてはこの処理に時間がかかるのがデジタルカメラの問題点の一つであったが今ではデジタル演算能力の向上によってほぼ解決されている。映像エンジンで画像処理が施されたりまたは RAW データのままの静止画情報は記録媒体に書き込まれて保存される。フラッシュメモリー素子のデータ転送速度は年々高速化しているが、一方で画像データサイズの肥大化もあって、一般に記録動作には時間がかかる。蒸気の他にも TIFF、DOPOF などがある。デジタルカメラが登場した当初は、性能は銀円カメラより劣った。 主に電子技術の急速な発達によって解像度や感度が銀塩カメラに追いつくほど技術開発が進み銀塩カメラを広範囲に置き換えた。そして単に静止画を撮影する基本機能の充実だけでなくデジタル式にしかできない付加的な機能を付け加える方向へ技術開発がされている。デジタル画像処理によりズームを行う方式。ズームレンズを用いた。 光学式ズームと同時使用可能である。デジタルズームイメージセンサーの中央部の画素のみを撮影に使用し拡大することで画像を作成するズーム方式。ズーム倍率に応じて使用可能な最高画素数は減少する。例えば1200万画素機で2倍ズームにするとその倍の画素数は縦横ともに半分になるのでイメージセンサーの 中央部の300万画素を使用する。画像を記録する際の記録フォーマットが40963072であれば、不足する900万画素分の情報が300万画素からの保管処理によって生成される。2倍程度までのズームについては、各社で特別な保管処理を行い、単なるデジタルズームと差別化している場合がある。画質の劣化を抑えるため、記録する。 画素数に合わせて、デジタルズームの最大倍率を変え、10倍以上の拡大を避ける設定が可能な機種もある。トリミング式ズーム保存する画像の画素数で、イメージセンサーの中央部をトリミングするズーム方式。イメージセンサーの画素数よりも少ない画素数で保存する、場合に使用できる。デジタルズームと異なり拡大処理を行わないため、拡大に起因する画像の劣化がない。 イメージセンサーの画素数よりも少ない画素数で保存する場合、光学ズームが可能な範囲では画像を保存する際に縮小処理が行われる。光学ズームの限界を超えるとイメージセンサーの全面を使用することをやめ中央部をトリミングして縮小率を下げた画像を保存する。この光学ズームの限界から縮小処理が不要になるまでのズームがトリミング式ズームである。 トリミング式ズームの限界の後はデジタルズームを使用できる。スマートズーム、EX 光学ズーム、ファインズーム、セーフティズーム等各社が同様の機能をそれぞれ名前を付けており共通の故障は定まっていない。カメラの撮影での手ブレを工学的や物理的に検知してそれを打ち消すようにレンズ系の工軸や受光面を動かす手ブレ補正機能を備える機種が多い。 コンパクトデジタルカメラの多くが動画の撮影機能を備えており一眼タイプにおいても一般的になりつつある。連続撮影時間は記録解像度と記録方式、記録メディアとバッテリーの容量、製品用途の位置づけなどにより10分から1時間程度に制限される。デジタルカメラの撮像素子の画素数は一般的な動画を撮影する。 デジタル化無効だのそれよりも多いため動画の撮影時には画素情報をまびいて情報量を少なくする動画フォーマットについては機種ごとに様々である以前は AVI やクイックタイムによる動画録画とウェーブによる音声録音が主流だった MPEG-4ABC H264 と ドルビーデジタル AC-3、MPEG-2TS を用いたアバッチドによるハイビジョン動画及びステレオロク音が可能な機種も増えておりデジタルカムコーダとの境界線が曖昧になってきていたが EU がヨーロッパにデジタルカムコーダーメーカーがないことを理由に HD 解像度以上で30分以上録画できるデジタルカメラをデジタルカムコーダーとして分類し デジタルカムコーダーと同等の30%の関税を設定した。そのため、デジタルカメラはデジタルカムコーダーとは異なり、30分以上連続で録画できなくしてある。カメラ本体内に GPS 受信機を内蔵し、撮影地点の位置情報を画像データと共に記録することで撮影後に位置を確認できる機種が販売されている。地図データを内蔵するものでは、 撮影地を地図で確認したり、現在地や移動経路を表示して、ナビゲーションに利用することも可能である。カメラ本体内に無線 LAN 通信部を内蔵し、撮影した画像データ等をパーソナルコンピュータやスマートフォンに転送したり、ソーシャルネットワーキングサービスと連携することで、直接アップロードする機能を有するものもある。転送には Wi-Fi、Fi Bluetooth, NFC 等が用いられるほか、SD カードスロットを利用して通信機能を追加することで Trans4Jet で転送を行う場合もある。また、スマートフォンやタブレットの液晶画面を用いたリモート操作に対応する機種もある。記録メディア内のデータをパソコンへ読み込ませた際、画像ファイルが壊れていたり、記録自体されていなかったりするトラブルが発生する。 このような事態を防ぐためには、データ記録中にカードを抜く、データ記録中に電池を抜くといった、誤操作をしないこと、データ記録中のデジタルカメラ本体への衝撃を避ける、メモリカードスロット用、クリーナーカード等を用いて、定期的に手入れをするなどが必要である。また、誤操作で、画像データを削除してしまった場合でも、データ復旧用アプリケーションを用いるか、 専門業者のデータ復旧サービスを利用することで一部、またはすべてのデータを取り戻せることがある。その際、復旧作業が終わるまでは、その記録メディアに一切の書き込みをしないことが重要である。書き込みをしてしまうと復旧の可能性が低下する。パソコンへの画像データの転送については、記録したメモリーカードによる方法のほか、多くの機種では、 USB 接続による方法もサポートしている。この場合、付属ソフトウェアや Windows などの OS の機能を用いて、デジタルカメラから画像データを転送するものと、カメラを外部記憶装置のように見せて自由に画像ファイルの出し入れが可能なものがある。USB 普及以前は、シリアルポートやスカジーを使用するものもあった。 また USB がまだ十分な転送速度でない頃は、プロ向けの機種の中には IEE-1394 e を採用するものもあった。さらに近年は無線 LAN を使用するものもあるが、メーカーによりまちまちの実装である。2003年からはデジタルカメラ本体と対応プリンターを USB ケーブルで直接接続して印刷できるピクトブリッジなどの規格も制定された。 デジタルカメラに内蔵されている、撮像素子は、有効画素数と総画素数の違いに留意する必要がある。総画素数は、撮像素子が本来持っている画素の総数であるが、デジタルカメラに内蔵する場合に、レンズや絞りといった、光学系の制約によって、撮像素子の受光部全体に入射光を厳密、均等に当てることは難しい。 カメラに装着された状態で光が当たる画素の総数が有効画素数と呼ばれて総画素数より数パーセントほど小さい。1990年代後半から2000年代にかけて画素の数は販売戦略上の大きなアピールポイントであった。一般論としては画素数の大きな方がより詳細まで表現でき高画質であるが画素数を大きくすれば その分1画素あたりの受光面積は減り、ノイズが増えることにも留意する必要がある。画素数を増やすとともに、いかにノイズを控えるかが、素子開発の大きなポイントであった。2010年代に入り、画素数増加とともに1画素のサイズが、レンズの光学的解像度の限界に近づき、画素数競争も一段落しつつある。CCD や CMOS の撮像素子の大きさは、 テレビ画面を表すのと同様に型が使われることが多いが、殺像素子の受光面の大角線の長さのインチ単位の大きさよりも大きな値になる。これは昔の真空管式の殺像管の時代に殺像面の大きさではなく管の直径を表示していた名残である。また面積だけでなく重横比も殺像素子によって異なり、同一メーカーであっても機種によって 違いがある。コンパクトデジタルカメラの多くが内部での画像処理で輪郭強調処理を行い実体よりもシャープに見せている。こういったカメラの使用者の多くがシャープネスの効いた出力の方がピントの合った画像だと還元するためである。プロが使用する上級機では出力画像はシャープネスを効かせずもしもそういった加工が必要ならばカメラ上ではなく パソコンなどの画像処理ソフトによって精密に調整する。画像は輪郭強調やソフトフィルターをかけるたびに劣化するので、手間を惜しまないならばカメラの外で処理するのが良い。2018年の日本国内でのシェアは1位、キャノン、2位、ニコン、3位、ソニーの3社によって約90%を占め、富士フイルム、パナソニック、オリンパス、リコーなど、 その他の企業が残りの10%の中にひしめいている。世界のデジカメ市場では1位、キャノン、2位、ソニー、3位、ニコンの3社によって約85%を占めるが、そこに4位の富士フイフルムと5位のパナソニックを加えるとシェアが9割を超え、つまり世界デジカメ市場の9割を日本企業が占有している。2020年現在の市場規模は 世界全体で約4201億円であるが、毎年数十パーセントの規模で縮退しており、先行きが不透明である。デジタルカメラの販売は、2007年に初めて1億台を突破し2010年の1.2億台がピークであり、2010年代には、特に、スマートフォンの普及により、コンパクトデジタルカメラの販売が激減している。 レンズ交換式デジタルカメラの販売台数は2013年をピークとして徐々に減っているが、コンデジほどの大きな変動は見られていない。2020年にはコロナウイルスによるパンデミックもあり、販売台数が前年比で40%以上縮小した結果、ピーク時の14分の1まで市場が縮退した。デジカメはフィルムカメラに比べると、 電子機器的な要素を多く含むため、2000年代には、旧来のカメラメーカーに加えて、ソニー、パナソニック、カシオ計算機などの家電、電子機器メーカーも参加して激しいシェア争いを繰り広げていた。2002年頃までは、オリンパスや富士フィルムがシェア1位を争っていた時代もあったが、キャノンが2003年にデジカメ市場のシェア1位となり、 ニコンが一眼レフ市場2位となった後、結局は、フィルムカメラ最大手であったキャノンとニコンが、デジカメでも、最大手であり続け、競合とのシェアを引き離し続ける状況が続いていた。競争の激化に伴い、2005年に、京セラが、日本国内のデジタルカメラ事業から撤退。2006年には、コニカミノルタが、カメラ事業全般から撤退し、 一眼レフカメラ部門をソニーに譲渡した。また、イーストマンコダックも消費者向けデジタルカメラの生産から撤退し、デジタルカメラ製造部門をフレクストロニクス、インターナショナルに売却している。2009年にパナソニックに吸収された、三洋電機のカメラ部門はザクティに継承された。デジタル一眼レフカメラは、 オニカミノルタの一眼レフカメラ部門を引き継いだソニーやオリンパスと協業しフォーサーズシステムへ参入したパナソニック、ペンタックスとの提携でサムスン電子なども参入した2008年にパナソニックが先陣を切ってミラーレス一眼カメラを発売し2013年にソニーがフルサイズのミラーレス一眼を開発し以降の一眼レフ市場を方向づけた 技術的な困難さと、交換レンズをはじめとするオプション類も販売する、必要があるため、技術の蓄積がある、光学機器メーカーか、それらの事業を引き継いだメーカーが残り、新規参入した家電メーカーなどは、ミラーレス一眼へと移行するか、コンパクトカメラのみに規模を縮小した。旧来のカメラメーカーは、レンズの設計に追立の長があるが、電気メーカーは、 イメージセンサの製造に長けている。家電メーカーの場合、光学系の設計ノウハウが乏しく設備の新設にもコストがかかるため、他のレンズメーカーから光学系部品の供給を受ける場合がある。さらに、光学機器メーカーに比べて劣る知名度を補うため、ライカやカール・ツァイスといった有名ブランドを関したレンズを採用することもある。メーカーによっては、 OEM としてレンズの供給を受けるのではなく同ブランド名を関するレンズを自社内やレンズメーカーでライセンス生産している場合もある。逆に工学機器メーカーが撮像素子や画像エンジンなどの電子系統を競合の家電メーカーに OEM 委託をしていることも多い。EMS の委託先としては台湾のメーカーなどがある。特に撮像素子は ソニー、オムニビジョン、サムスンで世界市場の7割以上を占めている。したがって上に書いたメーカー別販売シェアと実際の製造メーカーにおけるシェアとは大きく異なる。2012年当時の他社向け OEM を含めた生産台数別のシェアを見た場合、すべてのデジカメを自社製造で賄うデジカメ市場1位のキャノンが生産台数でも1位であったが、 カメラ生産台数2位が、可能企業、3位が、カーキラカギと、実際の生産台数では、日本メーカーではなく、中国や台湾のメーカーが上位を占めた。2012年当時、デジカメ市場2位のニコンは、一眼レフに関しては全て自社生産だが、コンデジには力を入れておらず、コンデジに関しては全て他社製造品の OEM であった。また、上記のメーカー以外にも、 成功エプソンやライカなどがレンジファインダー式デジタルカメラの製造を行っている。2017年の時点では本体、レンズ、撮像素子の3要素を自社製で賄えるのはキャノン、ソニー、シグマの3社となっている。特に撮像素子はソニー系列のソニーセミコンダクタマニュファクチャリングがニコンペンタックスオリンパス、富士フィルムライカなどにも画像センサーを製造。 供給している一大センサーメーカーとなっている。2010年以降は、ミラーレス一眼カメラで成功したソニーがキャノンと、ニコン以外の、その他のメーカーの中から頭一つ抜けて、デジカメ市場3位となった。また、コンパクトデジタルカメラの市場は、カメラ搭載のスマートフォンによる侵食が進んでおり、デジカメ市場上位3社のキャノンニコンソニー以外のメーカーにおいては、撤退が、 相次いでいる。こうした状況を踏まえ、2013年当時の経済、産業省は、日本企業の競争力強化に向けた取り組みを進めようとしていたが、その後もデジカメ市場はスマホに侵食される一方で、あり、各社で生産体制の縮小や撤退が続いた。2015年には、サムスンが最後となるモデルを発表した後に撤退した、ほか、 2017年にはニコンが中国チャンスー無尺市の工場で行ってきたコンパクトカメラの生産を終了しタイの工場へ生産拠点を集約2021年には国内生産も終了した2018年オリンパスも新鮮の工場で行ってきたデジタルカメラや交換レンズの製造を終了しベトナムの工場へ生産拠点を集約している 同年には、カシオのコンパクトデジタルカメラ事業からの撤退も発表されている。2021年には、オリンパスはデジカメなどの映像事業を分社化、上都市 OM デジタルソリューションズが、オリンパスのデジカメブランドを引き継いでいる。2020年には初めて、ミラーレスキが一眼レフの売り上げを上回った。こうした状況を経て、2020年には、キャノンとソニーが、 入門期からハイエンドまでを抑えた2強の地位を獲得し、スマホに市場を奪われて、コンデジでは採算が取れなくなった他メーカーは、ハイエンド期に専念する、業界構造となりつつある。機能や画質を割り切ることで低価格な、トイデジカメと呼ばれる分野が存在する。玩具の流通ルートで売られていることが多い。近年では携帯電話に搭載されたカメラの、 性能向上によりジャンルそのものが衰退しつつある。携帯電話のアプリでは、トイカメラ特有の歪み、ボケ、色調等の独特の光学効果を再現している。同ジャンルの初期に流通した、トイデジカメの例として、宝のスティックショットや日面のチェイージーなどがあり、デジタルカメラが高価だった頃、小型軽量で1万円以下で買える手軽さが受けて、ガジェット好きのユーザーに広まった。 初期の大半の製品が10万画素から35万画素ほどの CMOS を搭載し、増設できない1メガバイト程度の記録メモリーを搭載する。パソコンと通信することはできても、カメラだけで直接記録した画像を確認できるようなデバイスは存在しない。画質は押しなべて低く、色の再現性が悪い。一方、これらの中には、ウェブカメラとして使用できるものもあり、 そのためにトイデジカメを購入するパソコンユーザーもいた。現在では日本の一流メーカーのデジカメが実売で8000円を切るまでに低価格化している上、トイデジカメの高機能化が進み、それらを区別する意味もなくなってきている。このような状況から現在ではトイデジカメという概念が安いからアクセサリーとして楽しむなどの方向に変わっている。例としてボールペンや 腕時計にカモフラージュした製品、フィルム時代の高級カメラをミニチュア化した製品などが一定の人気を保っている。また、単に低画質な製品を問い扱いしている場合もある。2010年春現在で販売が継続している問いデジカメは、その定義を小型軽量低価格で手軽ではあるが低性能とする場合、当てはまるのはビスタクエストシリーズと、 同シリーズのうち1 0 0ベースとなる2個デジ程度である。機能や価格帯は考えず遊びの要素が強い製品として、プラスティック剥き出しの質感や癖のある撮影画像など同ジャンルの基本を意識し楽しく撮ることを目標としたデジタルハリネズミシリーズ簡易防水機能付きとしては安価な部類でわざと撮影画像のカラーバランスを崩した撮影ができる。 ギズモンレインボーフィッシュ、ローライの本格的にガンレフカメラ、ローライレフレックスの外観を忠実に模して小型化した、ローライレフレックスミニデジシリーズなどがある。2012年のデジタルカメラの世界シェアは以下の通りであり、出荷台数の1位から3位までを日本メーカーが占める。日本国内におけるデジタルカメラ1台あたりの平均販売価格は、コンデジが約2200円。 一眼タイプが約85,400円である。売れ筋のキーワードは2003年頃までは画素数など、2004年には動画撮影性能や多彩なシーンモードなど、2005年には大型液晶、高感度、手ブレ補正などであった。2006年は一眼レフにライブビューが搭載されるようになり、急激な低価格化と、相まって一眼レフの一杯への浸透が進んだ。 2007年には、顔認識が登場し、人の顔が綺麗に撮れる、笑顔になると、シャッターが切れる機能などが流行した。2008年は、暗所撮影や、防水機能など、場所を問わず綺麗に撮れる性能や、より広い角度を映せる、広角ズームが、売りとなった。2009年は、明暗さの激しいシーンでも、白飛びや黒つぶれが発生しにくい。 ダイナミックレンジ拡張機能、そして一度ロックした被写体にピントや露出を合わせ続ける自動追尾機能などが登場した。また、リコグレーンデジタル3やキャノンパワーショット G11 など、あえて操作を自動化せず、画質と高級感を優先させた高級コンパクトカメラが独自の地位を築いた。家庭にハイビジョンテレビが普及したこともあり、 ハイビジョン画質の動画機能が装備されたカメラが普及し始めた。また、2008年末にフォーサーズジミエイから登場したミラーレス一眼が2009年5月以降売り上げを伸ばしている。2010年には APS-C サイズのミラーレス一眼が登場し、将来的には一眼市場の主流になる可能性も指摘されている。 過去のデジタルカメラ市場はほとんど日本企業のブランドで占められており、日本国外製はコダックや一部のスタジオ用中盤機種に限られていた。最近2003年から2004年にはおよそ80%であったが、日本メーカーが積極的に行っている生産設備の中国への移管による技術移転や 韓国メーカーの高級機参入に加え、アメリカやドイツの歴史あるブランド名を復活させた製品も出始めた。2000年頃から大手カメラ店の DPE コーナーなどでデジタルデータから因果市に焼き付けるサービスが行われている。これはデジタル処理のミニラボシステムを利用したもので、 フィルムスキャナによる入力の代わりにデジタルカメラなどで得られたデジタルデータをン画紙に焼き付けるものであり、従来の写真と同程度の画質や耐久性が期待できる。また、店頭にキオスク端末型のプリント機を設置し、画面の案内に従ってセルフサービスで出力できるサービスも行われている。このタイプは消化型熱転写プリンターを使用しており、 画質面で若干見劣りする。その他、コンビニや駅などで、デジタルコピー機の機能を利用したセルフサービスで、写真印刷を行う機械も設置されている。単にンガ紙への出力だけではなく、シール印刷機能のような付加価値を持たせているものもある。しかし、これらも、消化型やインクジェット方式で印刷するため、ンガシでの出力に比べて、画質や耐久性に劣り、 長期間の保管には向かない。また、CD-R を持っていないユーザーのために画像データを CD-R に焼くサービスもある。出力したい画像ファイルをインターネット上の指定サイトにアップロードし、出来上がったプリントを店頭や郵送で受け取るサービスがある。一般に因ガシに出力されるのでミニラボ機を使ったものと同等の品質が期待できる。また、 写真集のような形に簡易製本して渡すサービスもある。個人で撮影した画像を自宅のプリンターで印刷することが一般的になった。2003年頃からはピクトブリッジ、USB ダイレクト、プリント、ダイレクトプリント、バブル JET ダイレクトなどの名称でデジタルカメラとプリンターを直接接続する通信規格が登場した。 これらに対応したカメラとプリンターを直接接続することでパソコンを介さずに印刷することが可能である。デジタルカメラで撮影した写真の印刷を行うデジカメ専用のプリンターも登場している。ハイビジョンテレビとの接続用としてカメラ本体に HDMI 端子が装備されたりテレビやレコーダー側に SD カードスロットを備えた製品も増え。 リビングの大型テレビで鑑賞することができる。カメラ本体の機能ではないが、無料で利用できるオンラインアルバムや動画共有サービスが増えており、それらを通じて仲間と写真を共有したり、不特定多数に向けて写真を公開することが一般的になりつつある。無線 LAN を内蔵することでそれらのサイトに直接データを送信できるデジカメも登場している。 ありがとうございます。